会場の皆様、こんにちは。こんにちは。千葉市から参りました風見鳥でございます。午前中演舞ご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、サプライズのなりすまし演舞いかがだったでしょうか。たくさんの拍手ありがとうございます。和気あいあいさんと、だいぶ前からこの企画を企てておりまして、企てるというのはちょっと、ね、言い方間違えましたけど、和気さんに、千葉に来ていただいたり、我々がこちらに来たり、それなりに練習は積んできたつもりで演舞させていただきました。このような機会を与えてくださったことを皆様に感謝するのと同時に、一生懸命演舞したことをお伝えしたいと思います。本当にありがとうございました。それじゃあですね、今回は我々のオリジナル曲である千里の道をお届けしたいと思います。精一杯演舞いたします。どうぞよろしくお願いいたします。千里の道のりも始まりは足元の一歩から、その確かな一歩が地図にない道を切り開く。踏み出せ未来。始まりさえ見えない暗い闇の中でも、僕らだけを照らす一筋の光は必ずある。
した気持ちだけれど、振り返れば曲がり道だらけで、歩んだ後には話し、ごめん、未来が僕を歩んでいる、自分を信じろ、必ずたどり着く、打っと、また打っと、千里の道だ。なる